アレキサンダー・シュビザールスキは、チェコ共和国のバイオリン製作者、現代チェコ共和国を代表する最高峰マエストロの一人と言えるでしょう。独自の製法によるニスと入念な作業により、ハイクオリティな音響のバイオリン、ビオラ、チェロを作り出している。彼の楽器を見る機会は非常に限られているが現役では、世界でも最高レベルの楽器製作者の一人であることは間違いない。 チェコ共和国出身、プラハの世界的に有名なバイオリン製作者、プシセミスルオタカルシュピドレン氏の優秀弟子、数少ないシュピドレンの弟子の一人、ロンドンの世界有名の弦楽器修復専門店、フロリアン・レオンハートの下で3年間の研鑽を経て、ハイレベルな修復技術は彼の製作活動にも活かされており、数々の国際コンクールでの入賞記録がその、 腕前を物語っています。輝かしい成績を残しています。2006年、ポーランドのヘンリク・ビーニャフスキバイオリン製作コンクール、最高工芸金賞、2001年度コンクール、最高質芸賞を受賞者。2009年、第12回クレモナのトリエンナーレゲン、楽器製作コンクールバイオリン部門第4位。現在は、プラハに自身の工房を設立し、 プロの演奏家も愛用するほどの作品作りを続けています。世界の著名、バイオリンマスターヨゼフ・スーク、ブラフゲンラクシジュウ重奏のピョートル・ワーナー、アポロンゲンラクシジュウ重奏のパーベル・ワーナー、エポックゲンラクシジュウ重奏のベラデミール・クルーパなど、有名の音楽家たちがこぞって、シュビツァールスキの楽器を求めたことでも知られる。ありがとうございます。